白くのも、うん、なんだろうな、取り憑かれたようにザクザクする。うん、そうね。あの、そうかんって、今くんだよって言うと、一緒くってこっち見てやめるんだけど、またすぐザクザクザク。結構大量にしてたからね、気になったんだね。昨日の譲渡会のまとめというかですね、まあ流れということをお話ししますと、1回目の譲渡会では完全にですね、ラブ君、シオン君、ケージの角のところに2人くっついてですね、顔を伏せるような状態で、人から見えないようにしていました。で、2回目となる今回、昨日ですね、やはりちょっと近いような感じだったので、ハンモックを出して、ハンモックの上に乗ったりなんかして、まあ最低限人からちょっと覗けば見えるような風に、はなってたんですけれども、やはり、本人たちはちょっと逃げたい感じですね。ただ後半に行くにつれて少し顔を上げたり、まあもうね、後半っていうと12時にスタートして3時近いような時間帯はもうほぼほぼ、いろんな里屋さんが決まった状態くらいですかね。その時間帯になると人も、ちょっとまばらになってくるので、その時にはこわごわ顔を上げるっていう感じでした。これまあちょっとですね、家にいる時にこの元気さ加減ですから、1回目も2回目もちょっと僕たちとしては意外というかですね、ちょっとやり方を間違えちゃってるのかなとかっていう、なんて不安というか反省というかが あったんですが、譲渡会のですね、スタッフの方、一番トップの方と話をした時に、例えばこの子たちを里親に出すにあたっては、この子たちはかなり、難しい子たちなんですよっていう説明をしていました。僕たちというか僕はですね、それを聞いて、結構うちではなんていうかな、いわゆる飼い猫のように楽しく生活してるんだけどなというふうに思ったんですが、考えてみるとですね、うちの尺度がちょっとずれてるんですね、きっとね。この子たちがこういう、元気な様子になるのにそんなに時間がかからなかったと思っています。1ヶ月ぐらいでいけてんじゃんって思っていたんですが、その尺度ってジャン君やポンちゃんたちに比べてっていうのが頭の中というか体の中に、あるような気がしたんですよね。周りの子たち、譲渡会の周りの子たちを見ると、まあ、ちっちゃい子が多いっていうのが、まあ、一番ですが、2ヶ月3ヶ月ぐらいの、ちっちゃな、にゃんこが多いので、ものすごくフレンドリーなんですよね、どんな人にもね。で、もちろん、うちと同じようにビクビクしてっていう子も中にはいるんですが、やっぱりフレンドリーな子が、現場では好かれるのかなってだけをちょっと考えてましたが、あのフレンドリーな子はどの家へ行ってもですね、あのフレンドリーさ、可愛げみたいなのはそのまま、発揮されるってことですよね。で、ラブ君、シオン君は大丈夫じゃないかな、人間になれたもんって思っていたんですが、人間ではなくて黒犬とマオイっていう2つの生き物になれたっていうだけだったのかもしれないです。譲渡会の、あの現場に行った時にですね、ここまで、萎縮して縮こまってしまうということは、
里親さんに引き取られた後にもあの姿があるっていうふうに考えた方がいいのかもしれません。そこで、その譲渡会の、まあリーダーの方の話をもう一回戻しますと、この子たちは、動画で見ている、方との話の中でだったんですけれども、このような、元気な感じですねになっていますけど、里親さんのところに行くと、マイナスからスタートになりますよと。へえ、そうなのっていうのが僕の、感想だったんですが、まあ、譲渡会を見ると、あれはマイナスですよね。うちに来た時よりも、うちでケージの中に入った時よりもちょっとやばいかなっていうような、状態です。あのビビった状態が数時間続くわけですから、あ、そういうことかなとも思いました。で、例えばですね、クロケン&マオイ家のようにですね、1から、まあ、逆に言うとマイナスからコツコツ、やっていただかないといけないんですよねっていう話を、されていました。そっかと思って、うちの場合はですね、ジャン君の時も随分時間がかかって、しかも、いろんなことがありながらでしたし、ポンちゃんも不思議なその心の傷のつき方というかですね、それに対応するためにいろいろ四苦八苦しました。でそれに比べたらもう全然じゃんっていう風に、ラブ&シオンを感じていたんですが、初めての人がラブ&シオンの方を、飼育するにあたって、家族にするにあたって、なんでこんなにこっちの言うことを聞いてくれないんだろうっていうところに一旦戻るとしたら、それやっぱりちょっと覚悟が必要だなと思いました。ということが、昨日の成果です。ちょっとですね、どこの家に行っても、すぐに懐くように、育てるというのは、うちの、この環境下では、これはちょっと無理だろうなと。我が家にですね、友人が毎日いろいろな人が出入りするとか、そういうことがあれば、そういうそのなんていうかな、免疫のつけ方みたいなのあるかもしれないんですが、それができない以上ですね、この子たちを里親として飼う時には、この動画の何番から何番までを、同じように繰り返していただかないといけないっていう説明をしなきゃいけないなというふうに感じました。それが2回目の譲渡会の、まあ勉強ですね、僕たちの勉強になった部分です。さあ、じゃあこれからどうしていこうかなというところですね。あとですね、その話の中で、黒岩さん家でこの先も飼っていくっていうのが一番いいんですよねみたいな話もありましたが、我が家にはこの子たちを、食わしていくだけの、裁量がないんですね。例えばジャン君、ポンちゃん、ラブ君、シオン君、アンズちゃん5匹になりますと、我が家の今の、収入では全く立ち行かないことになってしまいます。少数多数飼育崩壊というようなことにもなりかねませんので、だったら仕事を、いい仕事をたくさんいただくしか手がないです。まあ昨日の今日で、3回目の譲渡会はどうなんだろうっていうふうにちょっと思っていますが、まあ諦めず、行こうとは思います。そして本当に最適な人と、さらには、その方にその
ある程度の過酷さですね、この子たちがあのマイナスビビってケージの中で固まってしまうところから心を開いてくれるところまで、の、その、なんていうか、流れをちょっと説明して、それを納得して、さらには、可能な方ですね。そう、僕たちでたまたまなんですが、この子たち、または、ジャン君、ポンちゃんの飼育に向いていたのは、一日中二人で家にいるっていうことも一つあります。これはまあ、そういう職種であることと、あとは仕事があまり来ていないという情けないことがあるんですが、猫に向ける時間がたっぷり取れるということですよね。で、二人で、手分けして、それができてしまっているっていうところもあります。これを、次の里親さんに要求するのは、まあほぼ無理なんでしょうね。そんな仕事を特殊ですから、という部分もちょっとありつつ、今日は昨日の反省です。ハンモックもちゃんと乗りましたし、ハンモックはいいです。そういう部品もしくはそのカメラ向けるとね、この子よいしょ、走って逃げますが、どうした？あ、そうか、ポンちゃんとの、ごめん、カメラのせいじゃなかった。ポンちゃんだったね。その他ですね、現場での、ことは、ほぼほぼもうこれでいけてるかなと思います。ハンモックの代わりに今度はちょっと、ベッドですね、こう、鍋のような形をしたベッドをちょっと用意したらいいのかなとか、よその、猫ちゃんたちがそれで可愛く見えたりしていましたので、いいかなと思いました。さあ、またこれで、年内の譲渡会に出るんだとしたらあと2週間ぐらいですか、うちにはいることになりますので、もう少し穏やかな子に育つよう、これからはちょっと可愛がっていこうかなと。あ、またこれでね、一つ、ラブ&シオンについてはお話があったんですが、大きいですよね。皆さんもお気づきかと思いますが、6ヶ月半にしてはかなり大きいと。で、男の子は大きくなるんですよっていう話も、現場ではありました。でも大きいことには変わりないです。で、この大きい2匹が部屋の中で暴れ回るっていうことも、前情報としてお伝えしなければいけないっていうことも昨日はちょっと感じましたというか、そういうふうに言われました。例えば、高齢な方が、この2匹の世話をするのはなかなか難しいと、と言っても黒犬だってもう来年60ですから高齢なんですが、ここんちの場合は家にずっと居続ける夫婦で世話をしているということで、うってつけなんですよっていうことを、昨日は話の中に上がりました。なかなかちょっと難しいところもあります。この子たちはだんだんですね、うちにいる間に2人でこう仲良さみたいなのが、めきめきプロレスをしたりとか遊び回ったりするのを見ていると、やっぱりこの兄弟でもらっていただけるのがいいなと思っているんですが、このフルパワーの2匹ですね、それを制御できる方ということも一つ、またなんていうかな、必要なことになってしまうと。なかなかこの先どうなるか、僕たちも不安だし楽しみだしっていうこともあります。ご覧の皆さんもいろんな、アドバイスなどいただければと思います。画面で見るよりもかなりなパワーだっていうことだけは、お伝えしておきます。ではご覧ください。
です。